軒家を購入した。そうなんです。中古です。いや中古でもすごいと、うん、いや買いました。なんとかなんとかですね、ローンですね、35年ローンで、35年ローンなんでお願いしますね。そうですね、なんとかなんとか。だから35年なんで、私もう80ぐらいまで頑張ります。80ぐらいまで。80ぐらい、ずっと、ね、そうですね。ずっと歌を、ツンツン立ってるかな。なんとかね、なんとかまだまだ立ってます。そろそろ危ないですけど。あれ、あいしなってきた。ちょっと危ないですね。やっぱ無理やり立ってますね。薬飲んでるんですね。うん。あ、僕も。そう、先駆者なんで。先駆者なんで。先駆者ですよね。あれは知ってますよ、シャンプーに。はい、シャンプーと同時に、うん、あのお薬も処方していただいて、ね、はい、AGA の。そうそうそう。宮迫さんから教えて。いやいや、予防科だから宮迫さん教えてもらったっけ、宮迫さんを見て、はいはい、あ、今薬飲めば入る時代なんだと思って、そうなんだ。俺も始めたんです。だからこれ、ちょっとエピソードがあって、うん、それは、あの、軽防防プロジェクト。うん、やってたんですね。そこにはあの小杉とかいろいろ薄毛で悩んでるのんちゃんとかあのいろいろ入ってみんなでどうなるかやりましょうって。それそこの俺リーダー。俺は最初にやってまあまあ生えたわけですよ。はいはい、ただあの初期脱毛ってあるでしょ。あります。最初ね抜けるんですよね。そあのよ弱ってる毛をその薬飲むと弱ってる毛を体が一回抜きよって。そうそうそう。一瞬前より薄毛になる、うん、なりますね。しかもすっごい抜けるから焦るし。でも、はい、その抜ければ抜けるほどその抜けた分あの新しく生えてくるから。ただ最初焦るね、うん。でもそれは俺経験してるやん。はいはい、それで濃くなったし。で藤原の原西が、うん、ちょうど初期脱毛した時に奥さんが、はい、あの子作りをしたいと。で当初噂で、うん、あのちょっと下半身に影響があるって噂が流れたんですよ。でも 98% 大丈夫で 2% ぐらいちょっと下半身に影響のある人がいるから、うん、血液検査をして調べてやってるから絶対そんなことないんですよ、はい、でも子作りしたいって言って言われたもんやから話が怖くなって薬一回やめたんですよ。はいはい。じゃあ一段階初期脱毛したら状態早いんですよね。もうちょっと我慢したい。そうですね。ほんでやめてしまったから生えてけえへんやん、はい、ほんでお子さん生まれて、うん、ほんでまた原西が皆さんもう一回やりたいやっぱりもうちょっと濃くしてで始めたんですよ、はい、ほんで飲んでもう一回初期脱毛するわけやん。ほんで二人目が欲しいってで結局また怖なってやめたんですよ。だからあいつ二段階剥げて終わったそうそうそう、前よりも薄くなっちゃった。そう、二段目が薄くなって終わった。あほやの。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。